滝川達政は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将。通称は、七郎、内木、丹波、出雲。天正三年、滝川和政の子として誕生。はじめ織田信金に仕えた。豊臣氏による、小田原聖伐に従軍した際、北条家頼り信金の軍に向かって鉄砲が、打ちかけられたが、新聖画や表に立ち弾丸は、幌に当たるだけで済み。 信金より、大いに称されたという。次に、浅野長政に使え、文禄慶長の役の際には朝鮮へ渡航し武功が多かった。石田三成にも使えた。その後、小早川秀明に使え、この頃に尚内なと改めた。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、当初西軍に属していた主君と共に、松尾さんの小早川人中にあり、本戦において、 寝返りを行った小早川軍の一勢として、西軍の大谷義継の軍勢と戦い、佐々地兵庫と共に奮戦して、武功を挙げたとされる。戦後、小早川家は、岡山藩55万国に加を違法されたが、小早川秀明は還元する家臣に対し、上位打ちなどしたために家臣が出奔するようになったと、される。達成も、女乗り物に乗って落ち延びる。 という計略を用いて、秀明の追跡を交わして出本したと伝わる。その後しばらくして、姫路藩池田氏の重臣の荒尾茂久らの取りなしで、姫路藩主の池田テルマサに二千国を与えられ使えた。この頃に丹波と称し、後に出雲と称した。慶長17年、テルマサより、淡路岩屋城を達成に預けるべき胸の内名が出されたが、翌慶長1月、 テルマサが死去したため実現しなかった。二代藩主、池田利隆の下において、大阪の陣に従軍し、神崎川一番越しなどの軍港を挙げた。なお、利隆の弟の池田忠次が中津川を渡って、深入りしたため、これを助けんとして、利隆も溶かしようとしたが、江戸幕府の軍艦が強硬な態度でこれを制止した。これに対した聖は、忠次は、 徳川家康の学孫である年高の弟にあたり、もした脱具が廃止すれば、軍艦に対しこれを救わざるの罪があるため速やかに、とかすべきと弁じた。年高の大軍勢がとかすると敵兵は、これと交戦せずに撤退した。一方、軍艦はあえてとかしなかったが、これを聞いた家康は、軍艦らが戦況の気を見て進軍しなかったことを責めたという。 大阪の陣の後、先行によって先国を加動され、治療は計三千国となった。慶安元年、七十歳を超えていた達成は三代、藩主、池田光政より、他年の功を称されるとともに、致死して、老いを楽しむべしとの命を受け、家督をこの掃除に譲って隠居した。慶安五年、去年七十八にて病死した。ありがとうございます。